おはようございます。こんにちは。こんばんは。リブスです。いつもあれ、みんな応援してくれてありがとうございます。まあ今僕にやれることは、自分を信じて諦めず頑張ることだなって思ったんで、諦めず、これからも頑張っていきたいと思います。あれ、じゃあ今日はベンチプレス、まず触った後、肩のトレーニングとしてやっていきます。お願いします。まあ解説、あれ、ちょっと自分が今こういう風に気をつけてやってるとか、っていうのをね、ちょっと自分の記録とともに、あれワイプで喋りながらやっていきたいと思います。じゃあ、よろしくお願いします。よし。解決じゃない。あれ、解説の方をやっていきたいと思います。まあ、今自分はあれ、ベンチプレス重量を上げるために、ケツ上げっていう方法をやってます。まあ、何かっていうと、まあ、簡単にちょっとお尻を上げて、足の力をちょっと使う、あの、練習をしてます。今までね、全然足とかも使えてなかったんですけど、やっぱベンチプレスって足とか背中、もう胸だけじゃないんですよ。いろんな筋肉を使うんで、まあ、その練習をしてますね。で、今これが、最初ウォーミングアップ終わって、これが10、20。だいたいあれ、70キロですね。で、まあ回数はだいたい3回ぐらい。ほんと、一発の力を上げるみたいな感じで今取り組んでますね。これ100キロですね。うん。毎日こうやって、なんていうの、このマックスとかじゃなくて、ベンチプレス触ることを大切にしてて、要は今日は触る日みたいな。で、この日は、本気っていうかもう限界までやるみたいな。その時は一応パーソナルトレーナーさんに手伝ってもらってやってるんですけど、普段は割と、一応触ったやつだなって、フォームを意識しながら、あまりめちゃめちゃ重い重量を負うというよりかは、フォームを意識してやるって感じでやってますね。こんな感じですね。で、まあ、まだまだ下手なんですけど、ちょっとずつね、やっぱなんかいろいろやっていくにつれて、できることもできたんで。で、俺肩トレですね。肩もね、俺結構痛めやすくて、あんま嫌だったんだけど、やっぱりベンチプレス上げるためにはね、やっぱやらないといけないなと思って、そこからちゃんとやり出してますね。けど、これはね、全部3セットしてやってます。4セットぐらいかな。4セットやりましたね、これは。そうですね。だんだんね、肩が苦痛で、できてるけど、まあ、トレーニング中はこんな感じです。上げる。さっきレストポーズがいいんですよ、ね。止まって、時間置いて、ってやつ。はい、お疲れ様です。毎日一応は触るようにしてます、ベンチプレスは。で、今は、ベンチに必要な、まあ、今回肩やりました。肩とか、まあ、あれ、この前さんと、腹筋がね、めちゃめちゃ甘かったから、腹筋やるようにしてます。お腹がね、ちょっとブーブーしてるんで、そこもやって、で、まあ、ベンチプレス使う筋肉をやってます。で、ね、足もやってるんですよね。やってないところって言ったら、僧帽筋とか、首は やれてないですけど、それ以外は割とやってます。まあけど、僕的にやっぱり相当本気でやらないと、やっぱり筋トレって成長しないと思うんで、相当本気で一番メインでやってるのは胸ですね。胸に関わる筋肉はそれで鍛えられてる。胸